ジャン君おはよう。今日はジャン君お誕生日だよ。あ、そうだね。あいにくの結構な雨ですが、ピクミンのお散歩も兼ねてちょっと出かけてくるね。行くよ。もうこの季節は猫じゃらしと生えてないよね。そうだね。季節的にもうちょっと経たないとダメか。なんか拾ってこれるといいんだけど、世の中に拾ってきて嬉しいものなんてあんまりないか。まあ猫じゃらしぐらいかね。もう8時ちょっと前まで寝坊したので、なんか買い物でもできるかな。猫が喜ぶ何かは買い物なんてる空いてるとこあるかな。コンビニしかなくない。そうね、何かあるかな。コンビニにニャンコのボール、ゴムボール、いやゴムボールを投げたら取ってくるんじゃなかったっけ、ジャン君は。いやいや、どうだっけ。昔うちにいたニャンコで、あのブイーンって飛ばすなんとか竹トンボみたいな丸いやつ、うん、あれすごい喜んだ人いたね。いたよ、グー君っていう人がいたね。うん、ダメかな。ちょっと手動のドローンみたいなやつね。どうかにゃん、ジャン君ちょっとビビっちゃうかな、うん、ちょっと行ってこよう。とにかくなければまた考えましょう、うん、お昼までに時間があるので。えい、じゃあ行っても前にポンちゃんにもご挨拶ね。ポンちゃんほらこんな見えないか。うわすごい雨。えい、うん、長靴で行った方がいいんじゃない。うん、長靴履いてみる。めったに履く機会が、ただ階段とかあれ降りられないんだよ、足首曲がらないか危険なので。平らなとこ歩いてくるよ。じゃあね、ただいま帰りました。ジャン君、ピクミンの散歩の旅長かった。1時間以上歩いちゃった。なんか結局ね、ピクミンに操られてすごい長い距離を雨の中歩きました。長靴履いてピチピチチャップチャップランランラン。ポンちゃん帰ってきたのに、え、何、歩きにくかった。ちょっとね、使い古せばいくらかいいのかと思うけど、雨が持っちゃいそうだし、あの柔らかいタイプのさ、いい長靴だと走ったりできると思うけど、あれちょっとダメだね。でもあれいいやつなんだよ。ああかわいい、いいやつなんだよ。もっといいのがアウトドア用であるでしょ、きっと。ということで今日は何にも拾うものもなかったし、ジャン君にとってのお誕生日プレゼントは手に入りませんでした。ああ、二人とも仲良く寝ているね。ちょっとジャン君のプレゼントというより飾り付けかなを買ってくるね。今日はもうここに録画を残さなくても大丈夫だね。あら、ちゃんと起き出しちゃった。まあいいか。どこになったの？なんか感じが変わったの？おもちゃがない。ただいま。なんかちょっと安心するね、その格好で寝てると。よかった、騒いでないよね、きっとね。ジャン君、ジャン君って呼んだら甘えていいのかと思ってこっち来ちゃったけど。そうだよね、そう思うよね。はい、お誕生日おめでとうございます。壁にハッピーバースデーをいっぱい貼りました。今から生配信、5分後に生配信始まりますよ。もうちょっと、はい、もうちょっと膨らますよ。じゃんくん、お
13歳のお誕生日おめでとう、おめでとう、おめでとう、はい、ポンちゃんもおめでとう言ってください。飾りをいっぱいにしたよ。よいしょよいしょ。カメラでジャン君が見えない。見てたね。はい、ジャン君。ジャン君、13歳だって、お兄さんだね。はい、誕生日の夜ですが、これからフォークソング同好会に出かけてきます。ごめん。そして、留守番の時に音を鳴らしていくっていうのもちょっとやめてみようかな。逆効果という気持ちもしないではないので、ジャン君とポンちゃんが仲良く二人で寝ててくれるとありがたいです。お誕生日おめでとうございます。ポンちゃん、ただいま帰りました。すいませんね。留守番お願いしましたよ。そしてジャン君はちょっと出迎えに来た後ご飯を食べましたね。大丈夫だったよね。きっと大丈夫なんだよ君たちは。